こんにちは、さゆたかさん、はいはい、WBC の話題がもう連日上がっています。まあここから終わるまでは、はい、もう絶え間なく流れてくるよね、うん、そうですよね、うん、まあ、その中で一つやっぱちょっと大きかったのが、はい、まあ、千賀投手が辞退というニュースも入ってきました、はいはい、まあ、辞退というか、まあ、最初のメンバーはね、はい、入ってなくて、うん、準決決勝だとか、はい、まあ、そういうところから、まあ、入れようかっていうことだったんでしょ、構想はね。そうだったんですね、うん、だから最初からは多分入ってないと思うし、3月9日からのは入ってなかったってことだったんですね。まあでもやっぱこう初めてねメジャー行くし、やっぱこうチームに馴染んでる方がいいんじゃないのかなとは思うけどね。やっぱりそういうことみたいですね。投手っていうのは調整がやっぱり野手よりもメジャーね1年目は難しいから、いや難しいし、いろんなコンビネーションだとかいろんなサインプレーもあるだろうし、だからそういうので野手との合わせておかなきゃいけないタイミングだとかいろいろあるよね。だからまあなかなか難しいと思うよ。そうですね。あとやっぱりその行く先の球団側が OK 出すか出さないかもあるでしょう、ね、うん、それとやっぱり金額的に大きな金額をもらうわけだからさ、はい、それはやっぱ責任もあるしな。うん、だからその安易に、まあ、そこら辺から呼ぶっていうんだったら、まあ、1回の登板だけでリスクは背負いたくないよね。で、一方でメジャー初挑戦となる吉田正尚選手が、まあ、出ると、まあ外野で、まあ、DH も考えられる、まあ、そしたらなんかコンビネーションも何もないもんね、うん、確かにそんなにね、うん、そんなにないから、だからやっぱ外野手 のメジャーは出やすいよ。さあ、まあチームメイトとのコミュニケーションだとかそういうのっていうのを考えるとちょっと遅れるかもわからないけども、でもまあピッチャーよりはね全然いいよね。そうですよね、うん、そうなってくるとやっぱりピッチャーって調整がやっぱり難しいんですね。まあ、調整もそうだしみんなと絡むからね、まあ、キャッチャーとも絡みファーストとも絡み党内連携でさ全員絡んでくるわけだから、だからそういう意味ではピッチャーっていうのは抜けにくいよね。そうですよね、だからジャイアンツでキューバ代表のロペス、この選手も辞退したけど、やっぱそういうことだよね、やっぱ絡みが多いもん、投手はそうなんですね、そういうところで遅れも取りたくないし、まあ、千賀一人いたら、まあ、大きい戦力かもわからないけども、でも補ってくれるだけのメンバーは揃えてるからね、日本は、だから、まあ、そんなに痛いというふうには感じないけどね。あとは WBC でいうと、その海外組が、宮崎の合宿にはまあ来ないというところで金がかかるらしいな。そうなんですよ、これ保険がかかるらしいんですよ、海外そのメジャーだと。でも金額もでかいしな。でこれ NPB が一選手に対してやっぱりその保険というものを払わなきゃいけない、で合宿だけでやっぱり億かかってしまうと、うん、で以前その松坂投手がその北京のオリンピックの予選か何かに呼べなかったのはやっぱり保険が何十億ってかかってしまうっていうこともあって呼べなかったっていう例もあるらしいので、これやっぱりそうなんですね、海外ってやっぱり保険をその選手にかけるんですね、まあ、やっぱ何があったら保証が何にもないとさ、はい、出しにくいよね。いやだからまあそのぐらいのお金はかかるんだろうけどもさ、なあそんなことやってて、WBC っていう大会がじゃあどうなんだっちゅう話なんだよね。そうなんですよね。でとなるとですよ、これいつから例えばダルビッシュ投手であったりとか、まあ、鈴木誠也選手大谷選手っていうのは合流してくるんですか。一応3月9日が、中国との初戦になるんですか。まあ、だからあれじゃないの、宮崎キャンプを打ち上げて、はい、まあ、走行試合とかもいろいろあると思うけど、はい、まあ、そのあたりぐらいから合流するんじゃないのかなと思う。やっぱりその全日本の預かる栗山監督はもちろん宮崎合宿から来てほしい。そりゃそうやんなそりゃ力量は分かってるよ、はい、力量は分かってるけど、やっぱりさコンビネーションっていうやっぱチームだからさ、はい、まあ、いろんな絡みがあるんだよね。どんなピッチャーでもどんなキャッチャーでもさ、どんな野手でもいろんな絡みがあって、その絡みだけでもさやっとくと違うというかね。だからまあそこら辺はやっぱこうチームを預かる栗山監督だったら、それはやっぱり宮崎からちゃんと揃えてね、はい、来てほしいだろうし。そうですね。だからそのテレビ出演この前されてたんですけど、その時も自分はそういうふうに要望を出してると、ただ NPB だったりそのメジャーというチームのこともあるので、なかなかまだその返事が返ってこないっていう、まあ、今の段階で。まあな、難しいですよね、この向こうに従わなきゃいけないっていうところもあるでしょうし、まあ、だから鈴木誠也が、まあ、外野でしょ、でヌートバーがセンター守るとしても、でもお互いのその声のかけ方とかさ、うん、どこまでの守備範囲があるのかとか、いろんなこと
ことを頭に入れなきゃいけないしね。でやっぱ栗山監督もチームを目の前にして喋ること、大事なことだって喋るだろうし、だけどそれがメジャーリーグが入ってきたらまた喋るのかみたいな、そうですよね、だからまあ2度でも3度でもなる可能性だってあるからね、それはやっぱ足並みを揃えておきたいよね。だから俺がやっぱ考えても足並み揃えるのがやっぱチームだし、メジャーはお金、確かにそうかもわからないけども、やっぱそれじゃチームになる時間がやっぱ限られるというかさ、なれない可能性だってあるからな。もうあまりにもはいここだけでポンと作ったチームっていう風になって、だから即席のチームで勝てることはないと思うんだよね。やっぱその輪が形成されたりだとか、やっぱこう機運が盛り上がるとかさ、まあ、そういうことじゃないとやっぱり優勝までたどり着かないと思うんだけども、だからそういう意味ではやっぱ全選手がいないっていうのはやっぱ辛いよね、指揮官としたらね。湯田さんだったらせめてやっぱり壮行試合からっていうところありますか。壮行試合前からだよね、ちょっとせめてね、せめて、あ、うん、じゃあいきなりゲーム使うのも怖いじゃない、だって見てないんだもん。そうです、ね、いや大丈夫ですって言ったって、はい、どう分かんないから、向こうが大丈夫、こう使う側もあこれは大丈夫そうだなって思う、やっぱ安心感がないとさ、やっぱ怖いよね。そうですよね、使う方もこっちもそうですね、まあ怪我してるわけじゃないからね、あれだけど、まあ、どこまで仕上がってるのかっていうのもわからないし。これサッカーのワールドカップなんかはどうなんですか。そのサッカーはね、もう断ったらその時点で罰則があって、何試合出場停止とかそういうことがあるのよ。だからまあ断れないんだよね。でその保険の問題、保険の問題はどうなってるか分かんないけど、もう世界だからさ、やってない国がないぐらいのサッカーのレベルだから、だからまあそこら辺は国が面倒見たりだとか、ワールドカップの時はね、まあ、そういうことをするのかなっていう、まあ、FIFA がともう一括してなんか管理してるっていうことになるんですかね。まあまあまあそうだよね、うん、だって日本でやってる少年サッカーチームの番号があって、日本の何地区の何番って言ったら選手の名前がたらっと出てくるよね。いやそのぐらい管理されてんだよ FIFA って。そうなんですね、うん、だから少年サッカー、少年少女サッカー、そういうのも登録したらやっぱ番号がもらえるわけよ。そうなんですね、世界でもそれをインプットしてるってこと。ああそう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 、だからまあその中でその本当トップチームがワールドカップに出場するために保険がどうなってるのかっていうのはなかなかわからないけども、やっぱこうサッカーの怪我の率って高いからね。そうですよね、だからまあそこら辺のその保険っていうのはどのぐらいかかってるのかわからないけどもね、うん、まあだけどスムーズにやってるよね。そうですね、もう合宿から何からね。そうですね、合宿もなんかもう高いからこう行かないみたいな読めないみたいなそんなことないですね。そんなことはない。しかも出る選手もやっぱり名誉なことっていうことで、 そうだよね、やっぱり国のためにっていうこともありますからね。だから まだ名誉まで行ってないんじゃないのかなと思うね、WBC がね。まあまあね、世界 まあそのやってる人口っていうこともまあ比べてしまうとそうなんですけど、開催時期はもうこのシーズンが始まる前っていうのはやっぱりメジャーも NPB もシビアになるとは思うんですけれども、ここしかやっぱりないんですよね。まあ、世界的に休みを取るかだよね。まあ、例えばオリンピックみたいにこの開催期間中3週間だけは、まあ、NPP もメジャーも動いてはいけないという、まあ、K リーグもそうかもわからないけども台湾もね、あの動いちゃいけないっていう規約を作っといて夏に開催っていうのは、まあ、ありだとは思うけどね。シーズンオフっていうことになってくるともうヘトヘトな選手がいるよね。それはあれなんですか。ちょっといいですもう出場はみたいな、別にお金もらえるわけじゃないしって。まあまあ優勝したら可能性あるかもしれないけど、春の方がこれから開幕っていう、まあ、メジャーもそうだし、まあ、日本もそうだけど、まあ、そこにこう合わせてきてるから、まあ、そこでやるっていうのは、まあ、時期的にはしょうがないのかなとは思うけどね。あ、まあ、ここがもう、まあ、ベストって言えばベストな時期になってしまう。それかもう本当に3週間だったら3週間1ヶ月だったら1ヶ月、うん、時間を取ってオリンピックみたいにね、はい、そこら辺はもう稼働しないということで、うん、この大会だけに世界の注目をそこに向けるために活動しないとか難しいな。いや世界じゃないからさ、まあそうね、言えばワールドベースボールクラシックって、まあ、世界っていう風に歌ってるけども、うん、もう半分だからね地球のより少ないかもしれないですよね。少ないよな、うん、だから、そうですね、まあ、そういう意味では、まあ、ワールドカップって言っても、まあ、なかなかねそこまでの規模感というのはないよね。うん、だから それだけに、まあ、メジャーが本当に真剣にかかってくるのかどうかっていうのはちょっとわからない、うん、そうですよね。まあ、ただ WBC が始まって以来初の一応、まあ、メジャーの中でもこう名たる選手が出てくる、まあそうだね、出場するっていうのでも、まあ、話題にはなってはいるんですけれども、うん、まあ、ただ、ね、いかんせん保険の問題だったりとかチーム事情で合宿がなかなかこう
こうね開けないとか一回ねそのアメリカの選手が 打ち込まれたんだよなんで変えないんだって聞いたらいや変えられないんだと契約でだからオープン戦 の、はい、あの延長で出してるから、はい、だからこのピッチャーは、ね、何球まで変えられないんだよって契約上打たれてもって勝負度外視してみたいなそうなんですかそういうことを聞かされるとさしらけるわけよちょっとげんなりしちゃいますよねそこは、うん、あほんで絶好調の選手最初はヒット次ホームラン3打席目に代打なんだよなんでだって言ったらいや契約上でまだ 2打席しか立てさせないんだよそういうこと聞くとしらけちゃうんだよ今回の大会はどういう契約になってるかわからないけどもさ、うん、まあ日本はねフリーで一生懸命やるし、まあ、韓国もそうだけど、はい、メジャーもねやっぱり一生懸命やってほしいなと思うけどねそういう契約じゃなくて ねガチでっていうところがねそうオープン戦の延長とかじゃなくてガチで来てほしいよそうですねガチのぶつかり合いみたいですけれども ね、まあ、果たして、ね、そのメジャー組が本当に宮崎合宿に参加できるのかまたは、ね、ちょっと遅れての合流になるのかそのあたりも多分ギリギリになると思うんですけれども分かるのがちょっとね難しいな、はい、見守りお金がかかるからなそうですよ、ね、桁が違うからねいやもうちょっとなしかも一選手じゃないですからね何万円保険何万円の世界じゃないからな我々のね旅行の保険とかとは違う、違うからな、違いますからね、はい